2425サロモン展示会に来ております、今年も安藤さんに説明を聞いて、それを撮ってもらうっていうのをやりたいなと思います。そんなテンションでしたっけいつも。どうやったんだろう。大丈夫です。ああもう回ってるんですか。はい、一応撮ってます。あ、じゃあ改めまして、はい、サロモンスノーボードの安藤と申します。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いつも話長いって言われる。いやもう本当にカメラ越しでこうやって言われるんで。いや最高の説明いつもありがとうございます。はい、本当にもう。でもあれです、言ってきます、はい、去年話した内容の半分ぐらいが嘘です。いやいやいや本当に。じゃあ今年もよろしくお願いします。そうですね、はい、まあボードからっていうよりはまず我々ブランドが一番トップに置いてるプロシリーズのお話からしていきたいなと思います。お願いします。はい、でプロシリーズこちらご覧ください。ずっと継続グラフィックだった HPS シリーズがグラフィック一新しました。あ、変わりました。はい、でモデルチェンジ、去年 EP が新しくなったのですけど、はいはい、今年に関してはモデルチェンジはないです。うん、はい、ただグラフィックが変わっただけではなくて、この HPS シリーズっていうのはサスティナブルな観点でプロダクトを作ってて、まずパッと見で一番違うのがこのサイドウォールですね。うん、今まで竹とコルクでしたね。そうです。それを通常の ABS 樹脂のサイドボールにしたんですが、このまだらの模様というのはこれリサイクル素材なんですよ。サスティナブル、そう 100% の 100%、 はい、なんで竹コルクのサイドボールから ABS 樹脂になって乗り味変わっちゃうんじゃないかなってちょっと懸念はあったんですけど、まあライダーたち、まあ、中井筆頭にテストしてもらってどうなのって言ったら、そんなに変わんないと、ほぼ変わらず乗れます。ただ、ABS 樹脂に戻した、はい、あのメリットというのは、やっぱり竹とコルクだと雪質によって引っかかっちゃうらしいんですよ、ターンするときに。そう、それがなくて良くなったと。でもう一点はチューンするときに難しかったらしいんですね、チューンアップの方が言うと削りにくいと、サイドエッジが。それが通常のサイドウォールになることで削りやすくなったんで、はい、まあ、結果 OK、 まあ、あくまでもサスティナブルな観点でABS 樹脂に戻りましたと。あとはソールですね。これ見てください。これもサスティナブルな観点でリサイクルソールと通常のソール素材をミックスした、はいはい、ものになります。なので去年まではブラックソールだったんですけど、こういう形になって、じゃあつぶつぶになったから、性能が上がるかって言ったらそうでもない。そうでもない。あくまでもサスティナブルな観点でプロダクトを作ってるのがこの HPS シリーズなんです。結構そのサロンの全板ってビベルしてあるそうで 1.5 度、はい、入ってますね。そうですね、 HPS も全部 1.5、 パフォーマンス系というよりは真ん中より上のエッジは全部そうです。はい、1.5、 なのでそうですね、まあ基本はチューン出されると思うんですけど、チューンアップのお店に、まあ、それを伝えた上でチューンしてもらってもいいかもしれないですね。はい、で一つインフォメーションを、このボレーフィッシュ、はい、これの149が出たんですよ。お、149、はい、去年までは53、はい、57、62、はい、だけど女の子53太い板なんで、な乗る子もいるんですけど、はいはい、もう一個小さいサイズあったらなっていう要望にボレーニベルトが応えてくれました。はい、嬉しいですね。これ人気ですね。そうですね、まあフリーライド、まあパウダーだけじゃなくてカービング、もともとキックがこんだけ寝てるんで、カービングターンの時にここまでエッジ使えるんですよね。はい、そういうことでターン、カービングにもすごい評価が高いボードでした。パウダーだけじゃないよと、ですね。はい、これが HPS シリーズです。もう一本あるんですけど、それは後で紹介します。で、次に、こちらですね。新しいところで言うと、ダンスホールプロ。プロ出ました。そう。だからスーパー8、スーパー8プロの関係性で、一緒で、ダンスホールとダンスホールプロが出ました。で、何が違うかっていうと、はい、カーボンですね。サイドウォールにガンスリンガーサイドウォールで、この黒い線が
カーボンなんですよ。で見えないんですけど、ノーズテールにはゴーストカーボンビームっていって、ピュッピュッてハの字なのがノーズテールに入ってるんで、ダンソールをよりハードフレックスにしたボードになります、はい、でソールも、シンタードのエレクトラガリウムクロスのストラクチャー、すごいっすね。ギンギンに入ってるんですよ。なのでまあこのハイシーズンのね、新設の時はあんまり意味をなさないんですが、うん、春先で結構滑走性能を出すボードですね。で、まあちょっとレーシーな感じのグラフィックなんですけど、まあもうこのダンソールプロはよりハイスピードでのライディングを重視する人におすすめですね。ただあのスーパー8、スーパー8プロっていう並びで考えると、スーパー8を乗ってる人がスーパーエイトプロになって、はい、わースーパーエイトプロ乗れないっていう方結構いらっしゃるんですよ。そうそうそう、はい、ダンソールとダンソールプロで考えると、もちろんハードフレックスにはなるんですけど、はい、あのそこまでハードではないです、うん、ライディング的には。なのでよりしっかりとこう高速でのライディングをしたい、でも、はい、ダンソール特有の小回りの効きやすさとか遊びやすさっていう部分を詰め込んでるので、ハイスピードで滑りたいけど遊びたいみたいな、そういう人にはおすすめですね。結構評判は良かった、うん、朝一のね圧雪バーンはめちゃめちゃ気持ちいいんじゃないですか、ね、はい、でこれがまあプロシリーズで、はい、ご存知の通り、はい、各モデル200本限定の、はい、そうです。で我々は在庫、はいはい、ストックはしないので、はいはい、まあこのソープでお店さんが、はい、オーダーしてくれた分しか作りません、はい、っていうプロシリーズ、お早めによろしくお願いします、はい、で次、はい、また HP シリーズなんですけど、シックスティックです。そう、シックスティックが新しくなりました。あら、セットバックゼロに戻したの、はい、あれさあ4年ぶりに、でセットバックゼロなんですけど、ノーズテールのキックを緩くそして長くしてあります、はい、なのでテーパードディレクショナルツインっていう形状になりますね。でさらにこのキックの反り見てください。めちゃめちゃ寝てますよね。あ、寝てますね。そう、EP、うん、EP でキック寝て、はい、寝てるんですよ、はい、で多分それをボレーニベルトが許可なくパクったっす、はい、そう寝てるので、はい、そう寝てるので、はい、パウダーでの、うん、あの疾走感が出ます。受けすぎなくて、そういうことです、抵抗を受けないので知ります。なるほど、そうで緩く長長くしてるんで有効エッジも短くなってるんですよ、うん、なのでめちゃめちゃ操作性が扱いやすい、長くして乗っても有効エッジ感じない、はい、楽に乗れます。僕らも乗ったんですけど社員研修で、そのインプレッションで言うとジャストサイズで乗ってもらう、僕の身長だと153センチ、まあ大体のこのぐらいですね。あ、よく、はい、そうで乗るとめちゃめちゃフリースタイル、だけど最近はね、パークやりたい人、うん、フリースタイルやりたい人もいるし、はい、でも最近だとターンとかパウダーっていう人はまあワンサイズ、なんだったらツーサイズ上げて乗ってください。つまり長さによってシックスティックは自分のこうライディングフィールドで選び分けれる。なのでシックスティックは何用だよじゃなくて、シックスティックはオールマウンテンボードだから、フリースタイル、よりフリースタイルはジャストサイズでも何でも楽しめるよ。でよりフリーライド行きたいなっていう人は長めの設定で選んでもらえるとより楽しめるのかなっていうボードになります。はい、で新しいところで言うとアサシン、これもシックスティックと一緒でノーズテールキックが緩く長くなって寝てるんですよ。なるほど、そう、なるほど、なのでセットバックゼロで、はい、はい、なのでよりシックスティックをもうちょっとフリースタイル寄りにしたものがこのアサシン、新しいアサシンになります。レックスもなんか柔らかめで、はい、めちゃめちゃ乗りやすいけどグニャグニャな板ではないので、はいはい、しっかりもしつつ、結構ね今年は海外のライダーがフューチャーしてる。なるほど、
そう、いっぱい乗るボードなんですよ。朝日。はい、でそのアサシンと対になるのがランブルフィッシュなんで、より幅広いコンディションフィールドで乗れるのがニューアサシンランブルフィッシュになります。あ、出ちゃう。ここら辺にあの切り抜いた画像をヒュッてやってもらえば、はい、いけるかな。はい、またプロシリーズ戻っちゃうんですよ。アサシンプロなんですよ。はい、でアサシンプロの場合はセットバック2000円入るんですか、ね、そう。だからよりフリースタイルにフリーライド要素を回したのがアサシン。でさっきライダー乗ってるって言ったじゃないですか、はい、アサシンプロこそ海外のライダーがめちゃめちゃ乗るようになってるんですよ。なのでビッグマウンテンを滑るっていうイメージですね。だからよりスティープなためでパウダー山でのジャン一回さでも耐えれる、でもパウダー性能もいいよっていうのがこのアサシンプロ。まあ日本だと結構ジュニアチームなんかが意外とコンプションで使ってるモデルなんで、それがこうどう出るかなちょっと楽しみな。これもカーボンがやっぱり、そうです、これもやっぱりスーパー8プロ、はい、ダンスホールプロと一緒で、はい、カーボンストリンガーが乗っているとサイドボールに配信するので、より強靭に強靭な感じですか、はい、結構固めですそう、だからさっきアサシン煽ったじゃないですか、はい、全く別物そう、これはそう、スーパー8、スーパー8プロ、はい、ダンスホール、ダンスホールプロ、はい、アサシン、アサシンプロってあるんですけど、はい、このアサシンプロが全く別。なるほど。全く別。これはパフですね。そうそうそう。そのぐらいアサシンがしなやかでまろやかな、うん、マイルドな乗り味に比べて、もうこれはもう、ガッチリ系。はい。パッパンですね。だから、なかなかこそライダーに評価が高いん、はい、だろうなって思ってます。次にバインディングなんですけど、まあ、シャドウフィットは基本、はい、変更ないので、はい、こちらね、新しいバインディングが出たので説明させていただきます。これはこちらです。じゃん、フィールイット、体感してください。お EDB エブリデイバインディング、エブリデイバインディング、エブリデイバインディング、お、はい、これ新型なんです、はい。で僕らの最大の推しはシャドウフィットじゃないですか。ヒールカップが柔らかい、ね、唯一無二のコンセプトバインディング、はい、これ通常の硬いヒールカップです、はい、でシャドウフィットがこっちですよね、はいはい、ヒールカップが柔らかい、これがまあサロモンがずっと一押しの、うん、今でも今後も一押しのバインディング、はい、これ普通の、そう、だからパッと見一見なんか下のグレードを置いたのかなと思って、そう、まあもともと価格帯もシャドウフィットよりも一個下の価格帯なんですけど、何がいいのって話なんですよ。めっちゃシンプルですね、はい、特徴ありませんっていうのは嘘で嘘でぜひ使っていただきたいなと思うのが、はい、特徴としては、はい、足裏感覚めちゃめちゃいいです。薄いんですよ。なんか薄いっすね。そう。で、これヒール。おお。わかります？動く。おにょにょ。そう。こんなシンプルな作りなんですけど、はい、まず衝撃吸収性は従来のアリバイとか、はいはい、トリガーとか、はい、遜色ありません。でもこんなシンプルな作り。シンプル。ね。で、足の感覚良くて、はいはい、でベースとこのハイバックしっかりしてるので、レスポンスめちゃめちゃいいです、めちゃめちゃいいんです。ほうほうほう、でストラップはインジェクションになって結構柔らかめの設定にしてあるんで、のとサイドウォール見てください、ないんですよサイドウォール。めっちゃフラットになっ、大丈夫ですかみたいな、はい、なのでレスポンスめちゃめちゃいいけど足の動きっていうのは、はいはいはい、すごい出るんですよ、うん、でよくシャドウフィットユーザーあるあるで、うん、シャドウフィットを使ってる人は、はい、通常のヒールカップのバインディングに戻すと、はい、ガチッとしちゃって使えないんですよ。ああそうですね。で、はいはい、こいつ、なるほど、その違和感が全くないです。あ、だからシャドウフィットからこの EDB にしてとは思ってないんですけど、このバインディングをどういう人に使ってほしいか、
っていうところなんですけど、あのね、このバインディングのいいところっていうのは、はい、さっき説明したんですが、一言でまとめるとボードのパフォーマンスを最大限に引き出しちゃう。そうなので、あの1伝えたら1ちゃんと、なるほど、正直にシンプルに伝え返してくれるんです。なるほど、はい、なのでボードのパフォーマンスを最大限に引き出す、つまり自分の乗り方とかライディングを素直にボードに伝えてくれるバインディングがこの EDB、 毎日ね、デイリーで使う、ね、それでもシンプルに壊れません。でシンプルに自分の伝えたいことをボードに伝えてくれるのがエブリデイバインディング。結構無理やりでしたけど、いや、よかったです、はい、いいっすね。そう、なるほど。もちろんブランドとしてはシャドウフィット今後も押し続けていきます、はい、けどこの EDB ももういろんな人にこの2024年は試乗体感していただきたいなと思って、はい、あえてのこんなでっかいバナー無駄に作っちゃいました。なるほど、ね、フィールイッチしてほしいなと思って。 ありがとうございます、はい、これアリバイ、あのブラスターシリーズなくなって、はい、中村陽子氏は何を使うんだろう。陽子氏はもちろんこれもテストしてるんですけど、ああどれにしようかなって言っているいうところです。なるほど、ね、ああ、まあ、そうだからブラスターもめちゃめちゃ良かったんですよ。結構ハイスピードな、そう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 、はい、ライダーとかコンペライダーも使ってて、はい、その中で変わっちゃったので、うん、そこはどうしていこうかなっていうのを、なるほど、ちょっとライダーと相談して、うん、もちろん朝谷純奈とか松本春なんかはこれ使うんですけどね。あ、そう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 、これを使うライダーもいれば、うん、じゃあこれを機にシャドウフィットにしようかなっていうライダーもいて、コスプレ系の人たちはブラスター使ってた人はシャドウだとしたらやっぱヒストリクトプロとか、そうですね、ハイランダーとかになりますね、はいはいはい、でブーツ、これ初です、23センチから。へー、紐のストレートジャケットのブーツで、もともとメンズサイズ25からしかなかったんですけど、なんと23センチから出ますので、そう、こうレースプラスボアっていうかね、パフォーマンスの高い、でも見た目ビジュアルがいいブーツがレディースサイズから出ますっていうのが一番のトピックスですね。ちょっとここ映してもらっていいですか。ずっと空いてました。すいません、すいません、はい。で以上が今年の本当に簡単ですけど、FW2425 のサロモンスノーボードのモデル紹介でした。ありがとうございました。いつも本当にお世話になります。ありがとうございました。よろしくお願いします。もう二度と会わないと思いますけど、よろしくお願いいたします。そうです。